カラマーゾフの兄弟、カラマーゾフの兄弟、カラマーゾフの兄弟は、ロシアの文学者、ヒョードル・ドストエフスキーの最後の長編小説。1879年に文芸雑誌に連載が開始され、翌1880年に単行本として出版された。罪と罰と並ぶドストエフスキーの最高傑作とされ、白痴、悪霊、未成年と合わせ後期5大作品と呼ばれる。複雑な4部構成、1から3編、4から6編、7から9編、10から12編の長大な作品であるが、序文によれば、続編が考えられていた。信仰や死、国家と、教会、貧困、児童虐待、不死、兄弟、異性関係など様々なテーマを含んでおり、思想小説、宗教小説、推理小説、裁判小説、家庭小説、恋愛小説としても読むことができる。三兄弟を軸に、親子、兄弟、異性など複雑な人間関係が絡む中で、父親殺しの嫌疑をかけられたこの刑事裁判について、三兄弟の立場で向き合うことが本筋と目されているが、この本筋からやや離れたサイドストーリーも多く盛り込まれている。無神論者のイヴァンと修道像のアリョーシャが神と信仰をめぐって論争した際に、イヴァンがアリョーシャに語る第2部5編5章は、イヴァンのセリフ、神がいなければ全てが許されるによって文学史的に特に有名な部分である。この作品に題を取った映画や劇が数多く作られている。サマセット・モームは世界の10大小説の一つに挙げている。強欲かつ公職な成り上がり地主ヒョードル・カラマーゾフは直情的な長男のドミートリーと反りが合わず、遺産相続やグルーシェンカという女の奪い合いでいがみ合っていた。ある日、三男の修道僧、アレクセイの死、抗争、ゾシマの仲介で、バラバラに育った、カラマーゾフの兄弟3人が、一堂に会すこととなった。しかし、顔を合わせるや、ヒョードルとドミートリーは、大喧嘩をはじめ、物別れに終わる。ドミートリーは、父がグルーシェンカをものにしたら、父を殺すと言い、実際ヒョードルを殴ったことがあったが、彼には、カチェリーナという婚約者がいた。ドミートリーは、カチェリーナに対し、君を真剣に愛している次男のイヴァンの方が君にふさわしいとの伝言を末弟のアレクセイに頼む。アレクセイがそれを伝えにカチェリーナの元に行くと、そこにはグルーシェンカが来ていた。グルーシェンカはカチェリーナにドミートリーとは結婚しないと言っておきながら、ドミートリーの伝言を聞くとカチェリーナを嘲笑ったため、女二人も対立することとなる。カチェリーナはイヴァンと接近しつつあったが、ドミートリーをまだ愛しているのか、酒場でドミートリーに乱暴をされたスネギリョフなる男が、そのことで訴えないようスネギリョフに見舞金を総ことをアレクセイに頼む。スネギリョフの息子イリューシャは、父親を侮辱したドミートリーを憎んでいたため、旧友たちとの喧嘩を止めようとしたアレクセイに石をぶつけた少年だった。スネギリョフもこれをもらったら息子に向ける顔がないと、見舞金を踏みつけにする。ゾシマの容態も悪化し、協調を感じるアレクセイは、今度はイヴァンから無神論の自説を聞かされる。虐げられている子供たちのために神は何かしているか。続く、大神門官なる創作物語は、イエスを思わせる人物が、異端神門官から、お前こそ異端だと家計にされかけるというもので、アレクセイは、イヴァンの神経を心配する。事実イヴァンは、ヒョードルの私生児と噂されているカラマーゾフ家の料理人、スメルジャコフのヒョードルが再婚したら財産は5歳に行くからヒョードルは殺されていいという囁きを肯定する持ちがあり、動揺していた。そんな夜、スメルジャコフが転換の発作で倒れ、ドミートリー来州の監視役を失ったヒョードルは不安に陥っていた。抗争ゾシマは、ドミートリーにかつてひざまずいた理由であるところの自分の経験談を語ったアトシスが、その死体の激しい腐臭のため、還俗したアレクセイも神への疑念を抱き出す。ドミートリーはカチェリーナと縁を切るため、カチェリーナに返す金を工面しようと奔走するも果たせず、父の金を盗もうとカラマーゾフ家に忍び込む。しかし使用人のグリゴーリに見つかり逃走、次にはグルーシェンカが昔の愛人と会っていると知って、その現場へ急行する。そこで恋敵を追い払い、グルーシェンカからついに愛の告白を受けるが、その直後、警察に逮捕される。容疑は父ヒョードル殺し。証言はドミートリーに不利なものばかりであった。病床に伏す少年、イリューシャをアレクセイの尽力で仲直りした旧友たちが見舞いに来る。イリューシャもその父、スネギリョフも素直に歓迎する。ただアレクセイはイヴァンの無神論にも似た考えを口にするリーダー格の少年、コーリャの将来が心配になる。犯人をドミートリーとするイヴァンは、スメルジャコフだと見るアレクセイと絶交してしまうが、不安になって、スメルジャコフを問いただす。スメルジャコフは犯行を自白するが、殺人を許可したのは、イヴァンだという。怒ったイヴァンは、明日の裁判で真実を言えというが、その直後自室に悪魔が現れ、我に返るとアレクセイが、スメルジャコフの自殺を告げた。注目の裁判。関係者が、次々と証言していく中、裁判はドミートリーに有利に傾いていくかに見え出すが、最後にイヴァンが事件当日盗まれた金を示して、犯人はスメルジャコフであり、それをそそのかしたのは自分であるとわめき出すと、カチェリーナが一転、父を殺すと書いたドミートリーの手紙を示して、ドミートリーが犯人だとわめき出す。法廷内を感動させた名弁護士の最終弁論も及ばず、ドミートリーは有罪。シベリア流刑懲役20年を言い渡される。判決が出た後の登場人物それぞれの様相。病床に伏したイヴァンは自分にもしものことがあったら、カチェリーナがドミートリーの脱獄を助けてほしいと言い残す。少年イリューシャの葬式で、少年コーリャは尊敬するアレクセイに、ドミートリーのように何かのために犠牲になっていきたいと語る。作者自身による前書きにもある通り、当初の構想では、この小説は、それぞれ独立したものとしても読める2部によって、構成されるものであった。しかし、作者の死によって、第2部、第1部の13年後の物語は書かれることなく、中絶した。続編に関しては、創作ノートなどの資料がほとんど残っておらず、友人や知人に宛てた手紙に、物語のわずかな断片が記されているのみである。ドストエフスキー本人は続編執筆への意欲を手紙に書き表していたが、その3日後に病に倒れた。残された知人宛てへの手紙では、リーザとの愛に疲れた両者がテロリストとなり、テロ事件の嫌疑をかけられて、公主台へ登るというようなあらすじが記されてあったらしいが、異説も出されている。この説を裏付ける要素として、ドストエフスキーが序文で、両者を、本編から受ける印象とは全く異なる、奇人とも呼べる、変わり者の活動家としていることが挙げられる。この表は、1866年4月4日に起きた、皇帝アレクサンドル2世暗殺未遂事件の犯人に一致する。革命家、ピョートル・クロポトキンは、拷問を受けた体で公主台に登ろうとする、カラコーゾフの凄惨な姿、現場に居合わせた知人からの伝聞として回想録の中で強い印象を持って記している。カラコーゾフは出版直後のニコライ・チェルヌイシェフスキーの長編小説の影響を受けていた。この事件はブナロード運動の先駆に影響を与え、ピョートル・ラブロフらの機関紙、前身の宣伝で勢力を拡大し、1879年に組織化されて人民の意志が結成されると、1881年3月13日に、党員によって、アレクサンドル2世は暗殺された。エピグラフで用いられている、福音書の一粒の麦の例えは、カラコーゾフがロシア革命運動で果たした役割を暗示するとも読める。シベリア抑留による改心によって、ドストエフスキーに長く貼られてきた、反動的作家という一方的なレッテルは、晩年、自らを、ニヒリズム運動を主導した革命家ネチャーエフのアリューと称しいる点も合わせて一考察の余地があるかもしれない。一方で亀山郁夫もその著書カラマーゾフの兄弟続編を空想するの中でアレクセイにその将来を心配されたコーリャ少年が成人して思想家的テロリストとなり皇帝暗殺を図り、その権威をアレクセイが受けるというものではないかと推測している。いずれにせよ、実際に書かれることのなかった続編の内容を我々が知ることは永遠に不可能である。それでも20世紀の日本を代表する文芸評論家の小林秀夫もこの小説をおよそ続編というようなものが全く考えられぬほど完璧な作品と評している。ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインも第一次世界大戦従軍時の数少ない私物の一つが本書であり、最低でも50回は精読したと言っている。また、村上春樹はこれまでの人生で巡り合った最も重要な本の3冊として、カイ・スコット・フィッツジェラルドのグレート、ギャツビーとレイモンド・チャンドラーのロング・グッド・バと並んで本書を挙げている。さらに、東京大学の教員を対象に行われたアンケートでは、すべての分野の本の中で、カラマーゾフの兄弟が新入生に読ませたい本の1位に選ばれてもいる。2006年から2007年にかけては、新訳、亀山幾夫訳が古典文学としては異例のベストセラーになった。ただし、亀山のこれについては、その後、国際ドストエフスキー学会副会長、木下豊房からあまりに誤訳が多いなどの批判がなされた。2006年には、スターリン論をになぞらえた大審問官スターリンが出版された。2008年、宝塚歌劇団雪組で舞台化された。ヒョードル・ドストエフスキーの作品は、正教会側からも高く評価されるものであり、時には、正教の神髄の代弁とまで評される。特に、カラマーゾフの兄弟については、正教会における人間の救いについての基本的な考えが一応網羅されているとされる。長老、ゾシマのモデルが、長老、アンブロシー、及びザドンスクの T 本であるとされるほか、神の像とにといった概念や、永遠の記憶といった永眠者のための祈りなどの文言が作品にも盛り込まれている。何度も映画化、テレビドラマ化されている。そのうち日本で劇場公開された記録や日本で放送される予定のテレビドラマ化のあるものを以下に記す。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。